おはモーニン。ハイボールと再婚旅行かも。シューマイ抱えて私はあるラーメンを探す旅に出た。私の両隣の席の人、どっちもオソロのシューマイと缶ビール飲んでいて、思わず友達になれるかもなんて思ってしまった。乾杯。最近からしをつけると何でもうまくなると積極的に納豆にもからしを入れるようになりました。それとドライフルーツも添えて女子力。そう、私はうまかっちゃんを探しに、前にはなるんですけど博多にやってきたのであった。てんじん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 。ここがフォトスポットらしいです。二人クリップに会ってきた。行列できてたお店見つけたので入ってみました。山屋っていうらしい。ビールをジョボジョボ。明太子風味の唐揚げ定食、これ見た瞬間に人々が並ぶ理由が分かった。明太子と高菜がなんと乗せ放題なんですよ。壺の中全部食べきって有限と言わせたい。そのくらいのモチベで飯をいただく。まずはビールね。おいしい、おいしい。明太子風味の唐揚げもじゅわっとしていて、唐揚げ自体のクオリティがレベチなんですが、もしかして九州って味付け濃いめですか？私濃い味大好きな不健康ガールなんですけど。明太子しかり、結構味がしっかりとしているので、ここ住んだら食に不満抱くことなく、マヨに頼ることなく生きられるのかもしれないぞ。高菜と明太子は結構後引く辛さなので、唐揚げに夢中になって放置プレイ仕掛けているビールに気づかせてくれる。ごめんよ、愛しているんだよ。にゃんたこ姉さんと飲んだ日に盛大にメガハイボールと浮気したなんて言い出せない。墓場まで持っていこう。最近なんでハイボールが好きだったというか飲んでしまうのか起源をたどることにしたら、ただただ太りにくいから、これだけが答えとなって出てきた。味が好きなわけではないようですね。でもまあ、ただただ太りにくいからっていうところが入ったきっかけでした。こんなこと言ったら、顔とかはタイプじゃないけど、企業勤めで役職持ってて生活安定するから結婚しましたみたいな典型的な愛なき夫婦に聞こえるかもしれないんですけど、ただかつてそこに愛はあったのは確かなんです。地域共通クーポンが電子なのでなかなか使える場所がなくて苦戦した結果、クリスマスツリーを買いました。あと両手拘束された人質サンタも先にでもくくりつけようと思ってます。福岡に来て私はクリスマスツリーを買ってしまったせいで、帰りどうしよう。超二日酔いやけど麺食わずに終われないと、帰る直前に駆け込んだ博多ラーメンシンシン。姉さんから借りた寝巻きで帰ります。ただいまもするメーカー。二日酔いから完全復帰し、博多土産を食べたいと思います。ジョボジョボボジョレーヌーボー。まず福岡土産が定かではないんですけど、カップに引っ掛けることができる猫のクッキー。コップに引っ掛けてみたけど、なぜか違和感しかないんだよ。どうしてだろう。むしゃむしゃ、うちむしゃ。普通に美味しいクッキーですね。ちっとビールには合わないかもです。単体で食べることをおすすめします。これは明太子ツナ缶的なものですね。テレビでも話題で取り上げられてた。ミーハーなので買ってしまったわけです。メリメリメリッサ。結構開けた瞬間から明太子すごい。やべ、ツナにおびき寄せられてる猫。やめて。食べ方ってこれだってますよね。食べながらですが、博多でお目当てのまかっちゃんを入手できたのかと言いますと、結論入手できております。からし高菜風味。天神のドンキホーテに探しに行ったら見つけました。まかっちゃん、まかっちゃん、トゥルルルトゥトゥルと桃鉄で、いつも博多駅に泊まると助けてくれる明太星人ピリピリへのね、恩返しができました。しかしこのおまかっちゃん、九州にしかないものだと思っていたんですけど、都内近郊のドンキホーテにも置いてあったよという声を聞き、衝撃を受けている坂村です。まあでも、このめちゃうまな明太ツナ缶にも出会えたので良かったという結末として終わらせます。ローソンにあった台湾風のでかいファミチキ、初めての海外旅行の台湾で食べた味に近くて美味しい。ついでにしめ鯖も買ってきた。締められて刻まれて旨味だけ残した鯖の死骸。もしかしたらこいつは鯖の味噌煮になりたかったかもしれないし、焼き魚としての生涯を終えたかったのかもしれない。でも食べた瞬間に思った。こいつはしめ鯖になるべくして生まれた生命なのだと。
命をいただくってこういうことなのかもしれない。あのね、ローソンのしめ鯖はね、結構一切れが小さくて皮の部分がコリコリと茎わかめみたいなね食感してるので、さっぱり感強め、美味しい。最後に博多で買ったクリスマスツリーでも組み立てようと思います。クリスマスツリーは大学の時に誕生日に何も予定がなくて、誰もねスケジュール空いていないよという悲しい末路を6畳のワンルームで迎えようとした時に、何の前触れもなく友達が突然ドンキでクリスマスツリー買ったよって駆けつけてくれて、一緒にケーキを食べてくれました。その後ね、クリスマスツリーはあのその子が提出してレポート、私のねレポート提出間際の家に押しかけてきたんですよ。その時に今日帰ってくれと返そうとしたんです。そんな人かばってらんない。そしたらそのクリスマスツリーをね、家のドアのなんかストッパー代わりにバンってなんか閉めさせないみたいな感じで挟んできて、開けてくれみたいな、もうほんと日暮らしの泣く頃にのレナバリに隙間から顔を出していて、葉っぱの部分がなんか全部抜け落ちたっていうツリーの思い出がありました。できた。早速破壊されたんですけど、クリボッチが早くも楽しみです。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。いや、博多にまでラーメンを探しに行くってもほんとラーメンマスターの鏡じゃないですか？原石です。はい。ということで、まあ、クリスマスツリーもね、買ったので、いい冬が過ごせそうだなって感じです。ほんじゃ、バイバイ。